裏技ファミコン大全集。どうもタブヤンと申します。今回は魔界村、こちらの裏技を試してみたいと思います。普通にプレイするととてもじゃないですけど、私の実力ではすべてのステージをクリアすることはできないんですけど、タイトル画面であるコマンドを入力すると、なんとステージセレクトができるという噂を耳にしましたので、試してみたいと思います。右を押しながら3回、上 B3 回、左 B3 回、下 B3 回、スタートって押すとステージセレクトができる。おー素晴らしい。1の A、B、C、2の A、B、C、D、3の A、B、4の A、B、5、6、7。おおほほほほほほー。5ぐらいか。いや、ここはあえてもう7行きましょう。初めてプレイしますね、ステージ7。どんなんなんだろう。行きましょう。あ、魔王と対戦か。おおほほ。サタン。なんとかかんとか。あ、終わりですか。おほほほ、クリアできました、ステージ7。楽しいですね。せっかくなんで、もう一つぐらいやってみましょうか。4の B。いや、5にしようかな。あ、魔王の城に入るところですね。そう。おお、いきなりか。やばい、すごい難しい。思わず咳が出る。あ、一気やられるとまた戻れるんだね。じゃあ最後、ステージ6もやってみましょうか。んたんたたん。魔王の城内部ですね。ああ、いきなりこんなんか。なんか、上に待ち構えてますよ。うわあ、武器これ、探検がなんか欲しかったな。こいつなんかステージ1かなんかのボスじゃなかったでしたっけ？ああ、もう。おお、難しい。ということで、本当でした。これ楽しい。僕みたいに下手くそなプレイヤーでも魔界村が存分に楽しめるステージセレクト。もう一度最後に言っておきますね。右を押しながら B3 回で離して上1回 B3 回で左1回 B3 回下1回B3 回を押してスタート。ステージセレクトができるようになっています。皆さんも魔界村をお持ちなら、ぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次の裏技でお待ちしております。ではまた。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひ登録をお願いします。